今切迫している地震として有名なのは、首都圏に甚大な被害をもたらす首都直下地震と、西日本の広い範囲が被災地となる南海トラフ巨大地震ですが、この他にも近い将来発生する可能性が非常に高い地震があります。そして中には南海トラフ巨大地震に匹敵する切迫度の地震も存在します。今回は今日本で切迫している大地震を紹介します。まずは北海道の太平洋側で発生する地震です。北海道の沖に位置するプレートの境界、千島海溝ではマグニチュード8前後の巨大地震がいくつも想定されていて、これから紹介する地震が全て同時に発生する可能性もあります。一つ目が十勝沖で発生する地震で、マグニチュードは 8.0 から8.6 に達する可能性があり、今後30年以内に発生する確率が 9% となっています。 9% と聞いて大したことないと感じた方もいるかもしれませんが、その考え方は危険です。プレートの境界で発生する地震は30年以内に発生する確率が 3% を超えるとやや高い、26% を超えると高い部類に入ります。一概には言えませんが、海でマグニチュード8クラスの地震が発生すると、揺れだけでも建物が倒壊するような大きな被害が出る可能性があり、沿岸では10メートル前後の巨大津波に襲われる可能性もあります。10メートルというのは建物の3階に相当する高さで、木造の建物は間違いなく破壊され、鉄筋コンクリートの建物も変形したり流されたりする可能性があります。どこが危険なのかは各市町村が出しているハザードマップで確認してください。2つ目が根室沖で発生する地震で、地震の規模はマグニチュード 7.8 から8.5 に達すると想定されています。この地震が今後30年以内に発生する確率は 80% となっていて、これはほぼ確実に発生すると言えるような本当に危険な数字です。3つ目が色丹島沖から択捉島沖で発生する地震で、地震の規模はマグニチュード 7.7 から8.5、今後30年以内に発生する確率は 60% となっています。北海道の沖ではこのように別々に地震が発生する可能性もありますが、先ほど紹介したように全ての地震が同時に発生する可能性もあります。国が公表した想定では3つの地震が同時に起きた場合は南海トラフ巨大地震の想定を上回り、マグニチュード 9.3 に達する可能性があるとされました。千島海溝で3つの地震が連動する確率は今後30年以内に 7% から 40% と高くなっています。続いて東北から関東の沖です。2011年に巨大地震が起きた場所ですが、現在どれくらい危険な状態かご存知でしょうか。大きな地震が起きたから当分の間は安心と思っている人もいるかもしれませんが、そのようなことは全くありません。今後30年以内に青森県の沖から岩手県北部の沖でマグニチュード7以上の地震が発生する確率は 90% 以上と国内トップクラスの切迫度です。岩手県南部の沖ではマグニチュード7以上の地震が発生する確率は 30% と、こちらも高くなっています。宮城県沖でもマグニチュード7以上の地震が発生する確率が 90% と国内トップクラスの危険度、福島県沖でも 50%、 茨城県沖でも 80% となっていて、東北から関東の沖では今も大地震のリスクが極めて高い状態であることがわかります。さらにプレートの境界付近では大きな揺れは発生させないものの、10メートルを超えるような
巨大津波を発生させる地震も想定されていて、この地震は今後30年以内に 30% の確率で発生するとされています。ここで一旦内陸に目を向けてみます。日本では内陸でも多くの地震が想定されていて、1995年の阪神・淡路大震災や2004年の新潟県中越地震、2016年の熊本地震など繰り返し大きな地震が発生しています。内陸で発生する地震は海で発生する地震に比べて発生間隔が長いため予測が難しいですが、この地図で赤く塗られている活断層は今後30年以内に大地震が発生する確率が高い場所です。数があまりにも多いためこの動画では詳しく取り上げませんが、以前の動画で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。続いて南海トラフです。南海トラフでは今後30年以内にマグニチュード8以上の巨大地震が発生する確率が 70% から 80% とかなり高くなっています。この場所の注目すべきポイントは発生確率だけでなく地震の規模と被害です。もしも最悪クラスの地震が発生したら、名古屋や大阪などの大都市を含む西日本全体が被災地となると想定されています。どこで揺れが大きくなるかはどこで強い揺れが発生するかによって変わりますが、東寄りで強い揺れが発生した場合には静岡県や愛知県、徳島県、高知県などで震度7、西寄りで強い揺れが発生した場合には高知県や徳島県などで震度7、陸側で強い揺れが発生した場合には東海や近畿、四国に加えて九州の一部でも震度7の非常に激しい揺れに襲われる可能性があります。また津波の高さは西日本の太平洋沿岸で軒並み10メートル以上、静岡県や伊豆諸島、四国では30メートル以上と建物の10階に相当する高さの津波が想定されています。津波は1メートルで巻き込まれた場合の死亡率が 100% になるようなとてつもない破壊力を持っていますので、甚大な被害が出ることが容易に想像できます。最後が沖縄県の与那国島周辺です。奄美地方から沖縄県にかけては他の場所に比べて過去の地震の調査が進んでおらず、不確定要素が多いため発生確率は算出されていない場所がほとんどですが、与那国島近海は唯一発生確率が算出されています。この場所では最大マグニチュード 7.8 の地震が発生する可能性があり、今後30年間の発生確率は 30% となっています。沖縄県では大きな地震は起きないと間違った見解が広まっていた時期もありましたが、調査が十分に行われてこなかっただけで、南海トラフや東北地方の太平洋側などと同じように巨大地震のリスクがあります。この動画で紹介したのは過去の地震の記録などから考えても明らかに大地震の切迫度が高い場所です。この動画で紹介しなかった場所で大地震が起きないという意味ではありません。日本には見つかっているだけで2000を超える活断層があり、活断層が見つかっていない場所でも大きな地震が発生しています。日本は全ての場所で大地震のリスクがあり、中でもこの動画で紹介した場所では明らかに大地震が切迫していると考えてください。